中核市、中核市とは、日本の地方公共団体のうち、地方自治法第一項に定める政令による指定を受けたし、中核市の指定と同時に、保健所政令市としての指定も受ける。政令指定都市と並ぶ日本の大都市制度の一つであり、現在の指定要件は、法定人口が20万人以上となっている。 所属すするる都道府県のののの議議議会会とそ市市自身の市議会の議決をを経て総務大臣へ指定を申請する日本の大都市制度には、政令指定都市、中核市、特例市の別があり、中核市は1996年、平成8年から施行された。いずれも、都市の規模に応じて、市に都道府県の事務権限の一部を委譲する制度あり、中核市には、 政令指定都市に準じた事務の範囲が異常されている。ただし、関与の特例については、行政分野の大半に認められている、政令指定都市と異なり、中核市では福祉に関する事務に限られる。その後、特例市との区別をなくそうという意見が、中核市市長会及び、全国特例市市長会相法から出されており、これらの問題を取り扱う。 国の地方制度調査会側も前向きな姿勢を見せた。その結果、2014年、平成26年5月23日可決、成立の改正地方自治法、当該部分の施行は2015年、平成27年4月1日により、特例市制度が廃止されるとともに、中核市の人口要件が、法定人口30万人以上であったものが、20万人以上。 に緩和されることとなった。なお、改正法施行の時点で、すでに指定されている、特例誌、施行時特例誌と呼ばれるお像とする経過措置として、従来の特例誌の事務権限を引き続き保持すると、共に、前述の改正法施行後5年間、2020年4月1日までに限り、人口が20万人未満になっていたとしても、中核市に行こう切るものとしている。 2018年4月1日現在、以下の54市が中核市に指定されている。2019年4月1日以降予定。地方自治法、第252条の22、第2県普通地方公共団体第12章大都市、等に関する特例、第2節中核市に関する特例で、中核市は、政令指定都市が処理することができる事務のうち、 都道府県が一体的に処理すべきとされた事務以外のものを処理すると定義され、具体的な定めは政令に委ねられている。行政分野ごとに個別に見ると、中核市は保健所を設置して保健衛生行政を担当するほか、民生行政、環境保全、都市計画、文化財の保護などの行政分野について、政令指定都市に準じた事務の範囲を都道府県から移譲されており、 これらの事務処理を行使するために必要な財源として、地方交付税が増額される。もっとも、事務処理への都道府県の関与について、政令指定都市においては、都道府県知事や都道府県の委員会のことになっている。第252条の19第2項が、中核市に関しては、処分について A に相当する、特例規定はなく、命令については B に類似する。 特例規定はあるが委員会の命令は対象とならない第2項地方自治法施行令第2編第8章関与の特例が行政分野の大半に及ぶ政令指定都市と異なり中核市における関与の特例は福祉に関する事務のみに限定されているこのようなことから中核市の権限は都道府県並みあるいは都道府県と同等とされ 行政区設置等の特例もある、政令指定都市と比較すると小さい。中核市に移譲される事務は、すべて列挙すれば1800件程度に上るため、ここでは主要な事務のみを抜粋して掲載する。なお、ここに掲げるのはあくまでも、標準的な中核市の例であり、都道府県が独自の条例を制定して、さらに多くの事務権限を移譲することも可能である。中核市に、 現行で異常されている権限は不十分で、さらなる権限異常を実施すべきだとする主張もある。こうした指摘のうち、最も議論が盛んなのは、県疫負担教職員、公立小中学校の教職員などの人事権に関する問題である。現行の制度では、中核市には教職員の研修実施権限があるのみで、人事権は都道府県に留保されている。 これに対して、中核市側は、研修実施権限のみ認められても、人事権がなければ、成果を得にくいとして、人事権も異常するよう求めている。都道府県側は、教職員採用希望者の都市部への集中を懸念して、慎重な姿勢を示しているものの、文部科学省は、人事権以上に比較的前向きで、実際に人事権を異常した場合、どのような影響があるかを具体的に検討する。 方向で調整している。さらに、北海道を中心に盛り上がっている議論としては、広域中核市制度がある。これは30万人以上という人口要件を外し、政令市と同じ機能を持たせる制度。実現すれば、県の業務は縮小し、市町村合併を加速させる効果がある。かつての指定要件については、表示タブで表示、人口20万人以上であるが、 中核市ではない市の一覧は、思考時特例市。現時点で人口20万人未満の思考時特例市と、検討に入っているものの指定時期が未定の市も含む。指定予定が決まっている市は、中核市現在以降が決定している市を参照。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。